はい、では続きいきたいと思います。情報がねないのでね、ここが怪しいと踏んだけど、あったやん、ほれやっぱりやん、アシェンロン出たから偶然わからんかっただけか。追うてたわ、追うてましたわ、オウター人がおるわ。どうなってんのこれ、下これ、このクアーの町は悪い奴らから身を守るために水中にあるんですよ。あ、やっぱり、まあ、当たってた、よかった。浜の守りの一つなら南西の渦潮にいる海の虫が主が持ってるはずだ。オッケーオッケー、やっぱ当てた、あそこや、あそこであることは合ってた。じゃあ向かうや、じゃあ向かいます。ちょっとオート移動で、シェンロン、クソシェンロンのせいで気づかんかったんや。え、一瞬そうかなとは思ったんですけどね、これイベント気をつけないと飛ぶんで、飛ばされちゃうんで。よし、リーチが近い、リーチ、シェンロンリーチ。あ、あ、なんかおる、主が、主、あれ主なん、主がターレスたちに襲われてる、どういう状態、どういう状況、主がターレスたちに襲われてる状況、すごい状況が起こってますが、すごい状況が起こっていたが、普通に倒したらいいんでしょ。とりあえず普通に倒そう。弱くはないですけど強くもないから、ぬるい戦いになりますけど、これ絶対負けはしない。オッケー、オートでいいかな。ピッコロさん多分そない食らわない。これもうでも結構終わりに近づいてるんじゃない。これ倒したらさ、下手しいレベルが上がってカード7枚とかになるぞ、可能性としてはありますよね。なんでこいつカードの選択下手やな。まあいいけど、オートに、オートがまたアホですね。ブーンをあそこで使う、そして必殺技を出さない。お、期待投げ、ドン、ゴッドブレイカー、いやー、爆締め、よいしょ、いやー、いいダメージ。さん、起爆、これ好きやな、爆発は好きですね。当たった、うい、うい、蹴り、ザン、オッケー、ほらほら、やっぱりや、7枚になった。ありがとう、君たちは命の恩人じゃ。え、若く見えますね、おじいさんみたいな感じなの。すまないが、あんたの持ってる浜の守りが欲しいんだ。結構現金な感じ、いきなり聞いていく。浜の守り、それならわしを泣かせてくれんか。どういうこと、なんでそんなことをしなきゃいけないの。浜の真珠はわしの涙なのじゃよ。涙、わしはちょっとやそっとじゃ涙が出んのでな。浜の真珠が欲しいなら手伝ってくれんか。わかった、なんとかしてみる。パンチだ、あ、痛ー、ダメじゃ、痛みではわしは泣かんぞ。すぐっちゃえ、あ、笑いすぎでも涙は出んぞ。え、こいつ参ったらどうすりゃいいんだ。うまい手を考えなきゃな。どうしたらいいの。パンチだっていうのもいきなりすごいけどな。悟空
部の考え方も相当すごいことですけど、パンチだって。もう一回町の人に聞きに行くか、ここに聞きに行こうか。パンチ入れていくって一応主様やぞ。主様に余裕でパンチ入れていく感じやめた方がいいと思う。交換どうしましょう。パワーレーダー2枚プラスいらんね。もう2枚プラス完全にいらんな。追い払う。リーチかかってる、リーチかかってる。2が来たら私の勝利。やれなかった。これも全部使っていくスタイルですよ。まあいいか、使うか。全部使いますか。7枚の技なんてないよな、まさか。あったらすごいけど。あるかもしれないですけどね、このゲーム。置いてそうな気はせんでもないけど。もう奇跡が起こらないと出ない。クーラソウル。超絶な奇跡です。宇宙誕生クラスの奇跡が起こらないとなかなか出ませんけど、シェンロンの場合だったら1から7まで揃えりゃいいっていうそこで済むんですけど、そういうわけにはいかんやん。いかつい技の場合は順番が大事ですから。シュンシュンブンバク出せんな。残体分イエス、いませんか。ちょれ当たった。倒せるかもしれないですね今回。いや全然ダメージ入らんな。ダメージが入らんすよ。いちいち見てごめんなさいね。ケンケン残党ブンブンブンとかやってみたいな。やってみてえな、まあ、どうせ必殺技カードで出しますから。ボスっぽいやつ来た時にやるから、そこまでちょっと我慢してください。見たいと思いますけど、ここの技ね、ボスっぽ、本当の意味でのボスっぽいやつが来た時にやるから。今ボス戦や言うても雑魚ばっかりなんで、なんか必殺技カード使うのすごいもったなく感じるんだよね。気持ちは分かっていただけるとは思うんですけど、残残しておこう。もう勝てるやろ。2000ぐらい HP あります。もっとあるかもしれない。3009かな。いやー勝てない。あーベジータさんが使ってしまう。もう忘れてた。ベジータさんがすぐ使っちゃう。残しといても何の意味もない。強っ。倒せへんや。終わらへんこの戦闘。腹立つな。戦闘が終わらないですよ。おいおい、いい加減に倒そうぜ。おいっすおいっすおいっす。さらに気をためて一撃ヒット、シュンからの最後投げてドン。倒した。これで1個の経験値ももらえてないっていうんやから、もう地獄やね。ただの地獄ですやんこんなもん。きっす。いや逃げます、逃げます。逃げるというか追い払います。時間の無駄感がすごいわ。よし話聞きましょう。ちょっと教えてくれたまえ。あなた方の活躍に期待します。情報がねえな。
こいつに聞くか。こいつに聞いてみようか。あんたらにはかなわないよ。ダメだ。ということは預言者あたりに聞きに行くしかないかね。まず町にじゃあ寄ります。え、あ、そうか、そうかそうか、びっくりした。町に寄ってこれで安心して暮らせますよ。海の主の涙ですか。わかりました。これをお貸ししましょう。お、来た。涙の、あ、そういうことか。もう忘れてたわ、涙の本の存在。涙の本や。これでやるんや。あ、完全に忘れてた。もうもう一回出てくるとは。やるやんけ。もう一回出してくるとは。腹立つな。ちょっとしてやったりの顔で涙の本渡してきよった。ちょっと腹立つな。イラッとさせますね、あいつの顔。よし、遠いですけど頑張っていきます。さあ、いや、っていうかテレポートを使えばいいのかな、単純に。まあ、シェンロン取りたいからこれやってるだけなんですけど、テレポートを使えばいい説っていうのもある。いや、シェンロン取ろうぜ。シェンロン、シェンロン取りましょうぜ。あと1個、リーチ、リーチかかってるよ。出会わへんのちゃうの。リーチかかってます。よし、これはもうた、これはもうた。来い、5、5、5、あと5。くそ、5、あー、5、惜しい。よし、ラッキー、5来て。よっしゃ、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 いいっす。嬉しい。よしよし、めっちゃ引きいいぞ、今回。こんな感じでいって、ちょっと位置が溜まっとるな、位置が溜まっとるな。よっしゃ、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 よっしゃ。あーしゃあ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 、うーん、ここ無理値かかってますか。あ、リーチ、ヌスさん、ちょっとこの本読んでみてくれ。100万回生きた猫だ。どれどれ、これはなぜこんな気持ちに。あ、ヌスの目に涙が。やったー、真珠を手に入れた。これで宇宙嵐も突破できるぞ。いいの、行っていいの。あ、いける、やった、ついに来た。サイヤ人はよくここまで来たな。だがわしのところに来るには4体の護衛ロボを倒さねば来れぬぞ。めんどくせえな。こっからオートイド無理。護衛ロボとな、四天王的なやつがおるってことやね。からも追い払う連打やな。ガンガン追い払っていきますけど、シェンロンもそのために持ってきたからな。ラストっぽいっすよね。あ、おったおったおった、あったあった、マシン。この BGM しかもちょっとほら、ドラゴンボールチック。タララララ、タララララララ。2倍進む能力はあんまいらんねん。5ターン何も出てこないやつが一番嬉しい。ていうかこれ、歩かされますな。ガチで歩かされますな。まあいいけどさ。全然いいっすけど、もう全部追い払っていくから。テレポートとそういえばアイテム使えへんのかな。あー、もうダンジョンに入ってる状態やから多分無理なんですよね。
待て、きっちりきっちり狙っていきますから。うん、全側へ。うわ、すげえ動かさ、移動させられるわこれ。よし、ナイス。タン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 。するかな。戦闘になりますかね。どうなのね。ライチー様のもとには俺様を倒さなければいけぬぞ。音変わった、音変わった。おっしゃ、こいえ。どれぐらい強いのか。あ、カード使ってみるか。体力を確認してみますか。パワーレーダーで。パワーレーダー、ゴッドガードンの HP は8000だ。ゴッドガードンだ？なんなんだてめえはよ。瞬、なんでもいいですけど、瞬期対応全部使う。必殺技カード一回使ってみようかな。これからまだ移動めっちゃするし、シェンロンある程度集まると思うんですよね、4体倒すまで。こんな感じで長い道に多分歩かされるなら相当集まると思うから。っていうか360しか効かんもん、こんなもん。結構しんどいぞここ。パン、8000与えなあかんねんからさ、1020分ぐらいかかんねんこれ、ゴッドガードを倒すのに。できればね、強い技を持ってるやつ行きたいからな。連続魔攻法は意味ないしな。激烈魔閃光とかやってみたかったな。もう修行場がないから覚えられへんってことやもんね。辛いなこれ。もうないのかな、修行場ここには。わからないってことなんすかね。うわ、せっかくやったら知りたくない？せっかくやったら必殺技ちょっと知りたい気もすんねんけど。魔空包囲弾いきますか。魔空包囲弾、ほらほら、くらえ。よーえ、もっとなんか3000とかさ、そう出ないの、そういうの。バーニングアタック来た。フリーザ倒した時、うらぁ、いいんじゃん、結構効いたんちゃう。かわされて、うわぁ、めっちゃ効いてるわ。バーニングアタック強い。デジタル攻撃起爆、待て、これ好きやな。お手軽ですからね起爆。いやー、ういうい、やっと3000、4000ぐらいダメージ与えましたかね。電気弾、超気候波、カメハメハが一切出せない状態。やるっかないでしょう。よいしょよいしょ、あいやあいやあいや、495、まあ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 、手の前、うわうわ、ガードンクラッシャー来た。うわ、やばいんじゃない。いやー、弱っ。7枚使ってこれて地獄やん。うわ、こっちも弱いけど向こうも弱いな。ああそう、ああそう、むちゃくちゃやな。7枚の技であれか、ゴミ対ゴミの対決。金属のゴミと生身のゴミ、ぬるい戦いが開催されてます。なんか
わざ出せへんのかよ。こうこう、木こうこうとか無理か、お前。お前なんか無理か。こいつに危機大体がやりたいんやけど。けんけんけんこうとか、あ、揃ってないからな。一瞬、こう、けんこう。これは割と入ってくれないと困りますよ。腕マークから始まって、魔撃砲、かっこいいですね。これめっちゃかっこいい。おい、おい、当たってない。くそ。726のダメージ。いける、なんかいけそう。これなんかいける、多分。シュンシュン刻ん、期待投げ。シュンシュン刻ん、期待投げ。期待投げ、シュンシュン刻ん。うわ、もう何も揃わん。あー、くそ。とりあえず健康だけは言っとくか。健康健康でいくか。健康健康。トランスのエネルギー波、よいしょ、当たって。エネルギー波もう一丁、よいしょ、当たって。そしてめっちゃでかい。1400、いいの出ました。おっしゃしゃ、剣春馬、来た、ギャリック砲。ちっちゃ、ちっちゃい。ギャリック砲ってもうすごい技やのに、せめてあのピッコロのあれ、魔撃砲みたいにしてあげたらよかったのに。ものすごいちっちゃいわ。すごいダメージ与えてるけど、めっちゃかわいそう。なんであんな扱いしたん、ベジータ。ひどくない？いや、ひどいわ、ひどいわ。絶対ひどいわ。めちゃくちゃちっちゃいやん、ギャリック砲が。ショックやねんけど。せっかく出たのに。っていうか、ベジータには必殺カードが渡してあげられへんから。そうそう見れないっすよ、多分。なんとか勝てたな。はい、ということでここで終わりたいと思います。ここから結構苦行になると思いますので、ちょっと怖い。では見ていただいてありがとうございました。